アレクサンドル・ニコライエビチ商品は、ロシアの政治家、経済学者、実業家、経済学博士。ボリス・エリチン政権では、恩恵改革派に属し、ロシア副首相、経済省、連邦議会会員国家会議副議長を歴任した。与党統一ロシア党最高会議ビューローイン。1951年12月25日、アルハンゲリスク州。 プレセツクチクサビンスコエ村に生まれる。1974年モスクワ大学経済学部を卒業する。大学卒業後、コスプラン付属経済研究所に勤務する。1979年ソ連労働、社会問題国会労働研究所に入り、上級研究員、課長を歴任する。1982年ソ連の学術的、最高権威である。 ソ連科学アカデミーの中央数理経済研究所で上級研究員となる。1986年ソ連科学アカデミー国民経済予測研究所に勤務。1987年から1991年までソ連外務省で外省経済顧問、対外経済関係局長、国際経済関係局長を歴任した。 商品は、ボリスエリツィのロシア連邦共和国指導部の一員となる。1991年8月ロシア共和国労省に任命され、以後、同年11月にはロシア副首相、12月ロシア連邦労働、雇用省を歴任する。92年2月以降は、対外経済関係のポストを歴任し、IMF や世界銀行、CIS などで、 ロシア代表を務めた。1993年12月、会員国家会議選挙に立候補し、当選する。院内では、セルゲイ・シャフライのロシアの統一と合意党に所属する。1994年1月経済省に任命される。1994年3月審議会に対応した内閣改造で民族問題担当副首相に任命されたシャフライともに、 対外経済関係担当の副首相として入閣する。しかし、ルーブルの大暴落に伴う内閣改造によって、1994年11月、副首相、経済省を辞任に追い込まれた。ビクトルチルノムイル人首相が解任され、公認のセルゲイ・キリエンコ内閣で、財政、国際金融機関担当副首相となる。キリエンコ内閣が、ロシア金融危機に、 有効な手を打てずに退陣し、エフゲニー・プリマコフ内閣が成立すると、当初、副首相として入閣を求められていたが、辞退した。副首相自体の理由としては、プリマコフ内閣に第一副首相として、元ゴスプラン議長であった、ユーリマスリュコフが入閣したからとも言われているが、定かではない。1999年12月31日エリツインの、 電撃的な大統領辞任と大統領代行にウラジーミル・プーチンを指名したことに対して、商品はこの事態を事前に新聞紙上のインタビューで予測している。2004年統一ロシアに入党する。2005年4月現在、ルクオイル重役会メンバー。また、同年からアルカジー・ウォリスキーの後を引き継いで、同年9月30日からロシア産業化企業化同盟会長となった。 2011年ロシア外交政策会議評議員。ルネサンスキャピタル社監督委員会議長。業界代表として、禁煙法制定の際には、タバコ業界の側に立って、ロビー活動をしたとして、イズベスチアに批判された。統一ロシア党最高会議ビューロー。統一ロシア。2013年12月14日閲覧。イズベスチア。 2013年12月15日閲覧。ありがとうございます。